さあ、では早速やっていこうかしらと思います。まあね、前回見ましたけど、ちょっとね、触りだけぐらいしかとりあえずはやれないんですけれど、塗装まではやっておきたいなぁ、つって思いますが、まあちょっとのんびり進めさせてもらいます。塗装までってボディのね、塗装、しまった。よいしょ。ボディの塗装をね、室内の塗装っていうのは特にね、トップコートとかしないんで、まあ、研ぎ出しをしないっていうところからね、そんなに、後でもできるっていうところですね。こっからですね、ボディ。ここで、こっからリアボディが始まる。なんか説明書が一本の雰囲気と全然違うんだよね、なんか。ね。なんだろうな、アメリカレベルってこんなんだったかや。よし、まあ、とりあえずやっていこう。で、これが。まあ、アイチェックだね、一番最初はね。アイチェック。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、私、カッターマットを買いました。この作業用のマットね。今までオルファのやつを使ってたんですけど、今回はね、大阪の職人が作った的な感じの、なんかちょっとこう、すごいやつを買ってみた。前回に比べ、そのオルファさんのやつに比べてですね、ちょっと分厚いんですよ、これ。丈夫そう。なんかで、色が黒だから、まあ、目に優しいよ的な、ね、感じになってるんですね。で、これは接着剤をつけるなってなってますね。こうやって通して、こんな感じで。違うか。通すじゃないのか。通すんじゃないんだ。ここに、ん？通すのか。どっちやねん。こうか。こんな感じにこうなる。結構奥深い。これ。あ、ここに引っ掛けるところがあるのね。なるほどね。何を嫌がるか。こういう感じね。こういう。で、こう開くよ。つって。こういう感じ。うんうん。まあ、全然、愛的にも悪くないね。うん、ガタも少しある。ガタが少しあるぐらいの方がね、本当にいい。これはマジで。で、ボディ色塗るやつ。これ。で、下のバンパーはね、ちょっとまた違うんですよね。で、天井のパーツ、ミラーのパーツ、この辺とかチェックしとかんとかな。あとサイド、これはメッキパーツ、フロント。いや、意外とボディで塗る、ボディ色を塗るのってこれぐらいか。意外とあっさり終わってしまった。これ、あれなんだよね。一回その、実写のやつと確認しとかんのかな。その、ステルスグレーで塗るっていう。でもステルスグレーね、どうも、なんかその、画像とか色々見ていくと、感じ的に言うと、緑がちょっと入ったグレーって感じなんだよね。難しい、その判断っていうか、これほどのグレーの、一番ね、こう、作るにあたって、作るっていうか、まあ、特に色の指定があって、お願いされた時に一番困るのって、相手っていうか、この依頼してくださった方のイメージの色と違うっていうのが一番ね、困るんですよね。だから、いつもね、そこはね、気使うんだ。めちゃくちゃね。よし。まあ、とりあえずこんな感じですね。で、こいつを、グレーで塗っていくんですが、先にじゃないな。パーツの合いを確認して、削る必要があるところは削っていくよという感じにしないと、後で痛い目を食うかもしれないので、このパーツを今探してるんですが、なかなか見当たらないよ。この辺もちゃんとファイル確認して、もうなんか後でトラブルとか起きるのマジできついからさ。こうか。ここにこうつくわけね。これでネジで止める必要があるわけだ。なるほど。こんな感じ。
これはいらないか。で、ここでメッキパーツも出てくるよと。メッキパーツも今回ね、メッキを剥がさないといけないんで、その必要なパーツ、その色をこれで塗ってほしいっていうね、依頼があるので、この部分ですね、これ違う色で塗るんですよ。なんでこれはメッキを剥がします。ただ、ちょっと気になるのが、メッキが綺麗。わかるかな？メッキはめっちゃ綺麗なの？これなんか。本当にこれレベルなのか？なんかたまにあるじゃない、あのレベルじゃなくて、どっかが作ってレベルが金型を引き継いだみたいなのとかね、あったりするんで。まあね、よく日本でもそういうのありますけど。まあ、ここは後で綺麗に仕上げてみましょう。こういう感じでね、ここにこうつくよっつって。パーツのアイチェック。ああ、いいね。全貌が見えてきちゃうね、これで。で、下の、このパーツ、10番のパーツ、これどこにある？さっきから探してんだけど。10番のパーツ。あ、それか。あ、これは、そうだね。前回の動画の時にも言ってたね。これも、ちょっと変わった色で塗るから、切っておこう。これもなんかね、塗り色があったんだよ。これってさ、動画で見たんだけど、これ持ち手なんだね。あの、ハマーって、これあんま詳しくないからね、当たり前では鍋さんって言われちゃうかもしれないけど、普通の車ってさ、こっち側のボンネットこう開くじゃない。だけどハマーってこういう風に開くから、それの、この2つの膨らみの部分って、こうやって持ってガチャンって開けるんだって。そのための、なんかこう、取っ手になってるらしい、実物は。動画見て勉強になった。うん。わかると面白いね、そういうのね。この質感がやべえんだけど、これ。このまま使いたいなって思っちゃうぐらいだな。ああ、でもこの、あれだよ。海外キットあるあるの、この、なんて言ったらいいのかわかんないけど、柔らかいプラ感。なんて言ったら ABS に近いような感じだね。いや、実は ABS でしたとかありそうだけど。で、これを。これ、まあいいや。これもちょっと、先に、ここきれいに仕上げる。これがここにこうつくよ。これもネジなのかな。やたらなんかでかい。違うか。それは言い過ぎか。こういう感じになる。で、これがこうなる。わはは、うはは。こんな感じね。ああ、いいね。やっぱでけえな。で、これがここに。貫禄あるね。いいね。ここにこの隙間があるのはこういうもんなのか。ここにね。なんか、楽しいよ。入んないんですか。あ、入る。あ、なるほど。ここを上で止めつ、ここで押さえてるから、これでもうこれ落ちなくなるんだ、これ。ね。あ、いいじゃん。いいじゃん。これひどい方すると、素組みでも割とこう、様になるようになってるね。配色が。へえ。いいじゃん。で、こうサイドね、ステップが。
ステップアップバーっていうんだ。あ、それで完成なの？もう終わっちゃうじゃん、これ。ああ、なるほど。で、ここに、あれだね。ルーフ、ラックをここにつける。これもつけることになってた。全貌が見えていいね。まあ、という感じでございます。今、ああいうを見てる感じだと、ここの段差とか、結構素晴らしく綺麗にできてる。で、今回このメッキを剥がしちゃうんで、ね、ちょっとこう、段が、あ、ここ段があるね、こう見るとわかるんだけど、これ削ってもうまくいけるな。これ、しょうがない。しょうがないのかな？これ違う。金型が悪いのかな？なんか、膨らみが感じられる。やべ、今日あまり進まない。進まなくてもいいか。こう、偵察じゃない。調べておかないとね。あ、バリが出てんだね。なるほど。だからなんか膨らんでみて、こっちはストレートに綺麗になってるけど、こっちすげえこの引っかかりがこうあるわけですよ。これもちゃんとこう、綺麗に。これ一枚落とすっていう作業をすれば、OK だな。だからか。これなければ多分、シュッとこう、綺麗に、つらい位置になるんじゃないかなって。ああ、なるほど。よし、全体的な絵が見えてきたぞ。OKOK。あと、サイドミラーの具合ですね。と、給油口もなんかちょっと指定があったんですけど、まあ、それは大した問題じゃないんで、まあ、なんとかなるかな。給油口、給油口ね。ガスキャップって言うんだって。よし、いい感じだ。特に問題ないでしょう。よし。まあ、ということでね、今日まあ短い動画でなってしまいましたけれど、まあ、割と、そう、難しく考えずともできそうなんですが、やっぱり海外キットということもあって、どっかになんか落とし穴とかね、こんな予定ではなかったっていうところが出てくるかもしれませんが、まあ気をつけながら、私もね、やっぱりちょっとこう、さすがにね、長いこといろいろプラモデル作ってるんで、ハマりそうなトラップっていうのはなんとなくは予想できるんですけど、でもやっぱりマジかっていうね、まあそこは経験のまだ足りないところではあるんですが、よし、やっていこうかなと思います。今日のサムネこんな感じですね。よし、ではね、また進めていこうかなと思いますのでね、見ていただけたらと思います。ではまた。僕は